ケトテリウムカコセミクジラ属に属する水生哺乳類。コセミクジラ属は、原生種では、コセミクジラ一属一種のみで構成される。体長4から6.5メートル、体重3から3.5トンと、ヒゲクジラ類の中では、最も小さい。セミクジラに似た流線型の体型とアーチ状の、上顎を持つ。しかし似ている部分はそういった点でだけであり、実際には背びれを持つ。 胸びれや頭部が体に比して比較的小さい、など外観でも、セミクジラと異なる点は少なくない上に、骨格においても、頭骨、耳骨などの形態においては、セミクジラと共通する要素は少ない。他の原生種のクジラとの分岐は、セミクジラかの次であるとされ、名前に反して、国ク,クジラや長スクジラに近縁である。また、原始的な形質を残し生きた化石と呼ばれていたが、 近年、絶滅した古代のヒゲクジラの系統、ケトテリウム化の唯一の生き残りであることが判明した。南半球の温帯域のみで活動する。目撃されることが非常に少ないため、生態には不明な点が多い。また、体が小さく、滅多に見られないこともあってか、ヒゲクジラ類中唯一捕鯨の対象から逃れることができたが、それゆえに、 他のクジラに比べて調べられていないことが多く、ヒゲクジラ類の中では最も研究が進んでおらず、生息数や生息状況の調査も不明のままである。ありがとうございます。